フアン・オドノフ・フアン・オドノフ・イ・オライアンは、スペインの軍人、政治家、ヌエバ・エスパーニャ最後の事実上の副王として知られる。メキシコ独立革命の最終段階の副王であり、アグスティン・デ・イツルビデとの間で、コルドバ条約を締結して、メキシコの独立を認めた。オドノフは、セビリアで生まれた。オドノフの両親は、アイルランド人移民だった。 当時のスペインにはアイルランド人のコミュニティがあり、オドノフは英語とスペイン語の両方を流暢に話した。1808年にナポレオン軍がスペインに侵入して半島戦争が発生するとオドノフは軍人としてスペインの独立のために戦った。1813年から翌年初めにかけてカディスの折衝委員会の下で軍務大臣を務めた。 1814年5月にフェルナンド7世が1812年のカディス憲法を否認して絶対主義王政を復活させ憲法派の粛清を始めた。オドノフも有罪とされたが証拠不足で解放され故郷のセビリアに戻った。オドノフはスペインのフリーメイソンの重要なメンバーだった。1817年にカルロス3世勲章1819年に 聖エルメネヒルド勲章を受賞した。1820年、スペイン立憲革命が起きて、カディス憲法が復活し、自由主義的な新政治体制が発足すると、オドノフはアンダルシア総監に任命された。オドノフは恩健派の自由主義者であり、旧神派のラファエル・デル・リエゴとは対立した。一方、メキシコでは新体制に反対する、王党派のアグスティン・デイ・トルビデが反乱を起こした。 イットルビデラは1821年2月24日にイグアラ綱領を交付し、3つの保障軍を設立し、メキシコに独立した帝国を建てようとしていた。全福王のフアン・ルイス・デアッポダカは、同年7月に辞任させられて本国に帰り、フランシスコ・ノベジャが臨時にメキシコシティを守っていた。イットルビデの反乱を知ったスペイン本国では1821年3月に、 ヌエバエスパーニャ州の新しい主張として、オドノフを任命し、ヌエバエスパーニャの平定を支持した。オドノフは8月3日、すでに反乱軍側のアントニオ・ロペスデ・サンタ・ーナが支配するベラクルスに入った。8月24日に、ベラクルス州コルドバで、オドノフは、イットルビデと面会し、コルドバ条約を結んで、イグアラ交領を承認した。オドノフは戦争の終結を宣言し、 9月26日にメキシコシティに至った。オドノフは9月28日のメキシコ帝国独立宣言を起草した臨時統治評議会の一員であった。皇帝が決まるまでの間、新生メキシコ帝国にはイトゥルビデオ長とする折衝団が置かれた。オドノフは5名からなる折衝団の一人だった。しかしオドノフは突発性の胸膜炎を患い、10月8日に メキシコシティで没した。毒殺の噂も立てられたが、立証されたものはない。その後1822年になってから、スペイン本国は、オドノフがアメリカ植民地の独立を認める権限を持たないとして、コルドバ条約を否認した。ありがとうございます。